こんにちは、ミルキーブルーです。今日もね、ちょっとね、昨日に続いて K1、 これね、言いたいことがあるっちゃけどさ、 K1 ワールドグランプリ、これね、開催されたっちゃけどさ、これでね、参加したね、男性とかが感染した人、感染ってコロナ感染じゃなくて K1 を感染しに来た人なんだけど、この人がね、なんて言おうかというと、なんで K1 を見に来たかというと、払い戻しできないと聞き、チケットを無駄にしたくないので来た、こういう状況なので感染は自己責任、とはいえ高校野球も自粛しているのに開催はちょっとって言いようみたいっちゃけどさ、開催はちょっとって言うなら来んなってね。日本人ならやっぱみんな気が引けると思うよね。いろんなね、自粛を見てきてるし、そういうね、日本人は人をおもんばかる民族なんでね、そういうのはわかると思うんだけど、やっぱ無駄にしたくないから来た。でもそんなやってね、無駄にしないから来て、そこで全国でね、集団感染につながったらやばいやん。しかもなんかマスクをね、1万人規模で配布したって言うけど、やっぱみんな興奮してわーとかね、頑張れいけとかさ、マスク取ってなんか騒ぎ寄ったらしいっちゃけど、そうなるとやっぱね、唾とかが飛ぶやん。ただ飛沫感染完全に起きるやろ。もういい加減にしてくれよな。いろんなね、コメントの中で、じゃあ K1 に莫大なね、損害賠償払わせるんかっていう声もあるっちゃけど、そんなんどこも一緒っつーの。韓国とかもなんか航空会社が給料払えないとかね、そんなニュースも出ようし、経済がね、もうこれからとんでもないことになるのは目に見えてるっちゃけん、もうとにかくね、今次の時代に向けてどう稼ぐか、何をすればいいかをね、考えないかん時期と思っちゃうね。今のままのね、今まで通りの仕事のやり方は通用せんくなるが、多分ね。なんで、しかもそういえばムエタイのね、タイのムエタイの選手権なんか試合があったらしっちゃけど、それで100人の集団感染が起きとるみたいっちゃうね。ってことは K1 も危ないんじゃないのって。潜伏期間がね、20とか10何日とかあるけん、それでね、絶対感染拡大する可能性だってかなり高いと思うけんね。もうそうなったら K1 知らんよ。今までミルキーブルーも昔見よったけど、今見てないけどね、見てないけど、昔お世話になったんで、本当はね、なくなってほしくないけど、なくなる可能性もあるですよ。K1 さん、危機感持ってやったの。そのしわ寄せが倒産って結果を招く可能性もある。そういう危機感を持って運営せんとね。とにかくどうなるか分からんけどね、とにかく K1 から拡大専用に祈るばっかりっちゃけどさ、とにかくみんなもまだ自粛続くと思うけど、都知事もね、東京都知事小池もクラスターロックダウンありえるって言いようけんね、ちょっと気は緩めんでいきましょう。とにかく気を緩めないことよ。そこにかかってるけんね、人事じゃない。常に危機感を持ち、切り抜けましょうよ。それじゃあ。